競争出場格の有料です。関西一勝クラスダート1800m 攻防戦ではメンバーです。まず1番の体勢エリアルは450kg-2kg 短時間から56kg での出場です。2番黒田節452kg-4kg 松山浩平57kg、3番ストームバルラード494kg-8kg 水口優也57kg、4番小葉のアントニオ480kg+6kg 長島真奈美54kg、5番はドルチェアリア488kg+2kg です。坂井隆生55kg です。6番バスタードサプラン466kg 増減ありません。和田隆二55kg、7番はオアリジット7番オアリジットは476kg-10kg ガード体勢57kg、8番マルチャレアル496kg-6kg です。オレリアルメーク57kg、9番は名将タムシバ412kg-8kg 竹豊55kg です。5番手から4番手というところ、前に詰めていった、先頭までは3馬身ぐらいのところ、さあ残り400を通過、第4コーナーカーブから直線に向かってマルチャレアルは先頭です。2番手のうちバスターのサンダー、その外に持ち出した9番の名将タムシバ、さらに外からは1番の体勢リアルです。さあここで抜け出したのは8番のマルチャレアル、抜け出した、マルチャレアル抜け出した、2番手のうち名将タムシバですが、外から1番の体勢リアルが接近、先頭は8番のマルチャレアル、マルチャレアル5位、マルチャレアル9番名将タムシバ、最後直線足を伸ばした表現、お捨てにならないようにお待ちください。めっちゃ息悪かった。結構内容は引き上げですら結構4。